皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は初めて水草水槽を作るならこのデザイン押さえておきたい3つのポイントについて解説をしたいと思います。これから初めて水草水槽を作ろうとされている方にとって一番難しいのがレイアウトデザインをどのような感じにするのかっていう点になるかと思います。で、当店に実際にご来店いただいているお客様でこれから水草水槽を始めたいんだけれど、流木と石ってどっちがいいですかとか、前面をこう芝生状にするのって難しいんですかとか、前の方だけ白い砂を敷いてみたいんですけどこれって難しいんですかとか、このように難易度とか維持管理の難しさとかそういったところについてのご質問を非常に多く受けます。今回は初めて水草水槽を作る方にとって一番作りやすい、そして一番管理しやすいデザインを作るにはどうすればいいかについて3つのポイントを順番に解説をしておきます。まず1つ目は化粧砂とソイルを同時に使わないこと、そして2つ目は流木をメインで構図を組むこと、そして3つ目は芝生と水草の茂みを両方作ること、この3つになります。この3つのポイントを押さえてレイアウトデザインを作ると非常に簡単に構築できて、後々トラブルといったものの大方を回避することができます。ではこれはどういうことかというと、順番にこの3つについて掘り下げてお話をしていきます。まず1つ目の化粧砂とソイルを同時に使わないこと、これはどういったことかというと、これはよく見かけるレイアウトデザインだと思うんですけども、前の方だけ白い砂が敷かれていて、そして後ろの方に水草の茂みがあるといったレイアウト、これ一見本当にこうね、初心者の方にとってはものすごくこう爽やかで、あ、綺麗だなみたいな感じでこれやってみたいなって思われるかもしれないんですけども、難易度としては非常に難しいです。もちろんこれ慣れていただいている方であれば、もう何回もねこうレイアウト作っている方であれば、ポイントさえ押さえていただければ可能なんですけども、これは敷き分けレイアウトというもので、ソイルと白砂を両方同時に使うレイアウトになります。これは非常に作る時の難易度、そして管理する手間がかかってしまうということ。まず作る時に化粧砂とソイルを敷き分けをするために石の境界線を作らないといけないということが初心者の方にはまず難しいかと思います。石を組み合わせて壁を作って、そこでソイルが前に来ないように止めてしまうと。そして区切った前の方に化粧砂を流し込んで、後ろの方にソイルの中に水草を植え込んで、後ろは水草茂みを作る、そして手前は化粧砂を敷き詰めると、こういった感じで構成をするんですけども、結構この敷き分け非常に難易度が高いです。特に初心者の方で多いのが、もうソイルが石の隙間から出てきちゃって、もう化粧砂がせっかく白くて綺麗なのにその上に黒いソイルが乗っかって、もうごちゃごちゃに混ざって、もう逆に汚くなったと、まあ、そういうお話を非常に多く伺いますので、これについてはやっぱりこの石の組み合わせ方、そしてこのソイルをきっちりと止めていくこと、これがなかなか初心者の方は難しいので、どうしてもこのレイアウトデザインじゃないとダメっていう方以外は避けていただいた方がいいかと思います。あと維持管理についても、どうしても白い砂というのは魚やエビの糞が目立ってしまったりとか、あるいはエビが運んできたソイルがどうしてもこうポロ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 このね化粧砂の上に乗っかってしまうと、そういうことがあるので、常に水替えをするときにホースでソイルを除去する、クリーニングするという手間がちょっと一手間かかってきます。なので初心者、中級者、上級者関わらず、日々の管理の時間をちょっとでも短くされたいという方は、もう化粧砂を使わない方がいいです。ソイルだけで立ち上げるというのが一番作る時の難易度も低くて維持管理も楽になります。そして二つ目の流木をメインで構造を組むこと、これもとても重要になってくるかと思います。石と流木どっちがいいですかっていうご質問非常に多いんですけども、初心者の方であれば流木選んでください。というのが、石のレイアウトというのは非常に難易度が高いです。これ我々プロにとっても、やっぱり石だけで、もう流木を一切使わずに石オンリーで組むレイアウトっていうのはとても気を使いますし、ものすごく時間をかけてじっくりと構造を作っていくと、こういったこともあって石の扱いに慣れてないと、やっぱこの配置であったりとか、ちょっとした角度とか大きさの選び方で不自然なレイアウトになってしまうので、
とてもシビアなレイアウト素材だと思っていただくといいかと思います。ただ、石を使うなっていうわけではなくて、流木をメインにして石を補助で使うっていうのであれば全然可能です。初心者の方でもむしろそのパターンで作っていただくと非常にかっこいいレイアウトが簡単に作ることができます。流木レイアウトの場合、形状をしっかりとこう枝っぷりのいいものを選んでいただければ割と簡単です。まあもちろんサイズ選びっていうのは重要なんですけども、水槽サイズに対して流木が小さすぎると迫力が出なかったりとか、そういう問題はあるんですけども、サイズ選びと枝っぷりのところだけ重視していただければ 100% の完璧な配置をしなくてもかっこよく見えます。これが石の場合は本当にバランス感覚をしっかりとこう養った上で作っていかないと、もうちぐはぐというかですね、もうかっこいいレイアウトができなくなりますので、その点流木は非常に難易度が下がります。ただ流木の場合は水に色がついたりとか着色汚れといったものが出る懸念がありますので、そういった場合はまた別の対策がありますので、こちらについても流木の詳しい動画下の概要欄に貼っておきますので、もしちょっと水が茶色くなって困ったとか、流木からなんか綿状のモヤモヤとしたカビみたいなものが出てきたとか、そういったトラブルに関しては解決策下の概要欄一覧のところの動画ぜひご覧ください。で、次に3つ目、芝生と水草の茂みを両方作ること、これについてなんですけども、これは1番でお話ししたことと若干被るんですけども、芝生を作るというのは前景草を敷き詰めるということなんですけども、化粧砂を使わないとなると、まあ、ソイルを全面に敷くわけなんで、そのままだと、まあ、黒いこの景色になっちゃいますよね。なんかもう土が丸見えになったレイアウト。そのままだとちょっと見栄えが悪いので、前景層を敷き詰めるといった形で、ショートヘアグラスとか、ニューラージパールグラスとか、グロスストスティグマとか、キューバパールグラスとか、いろいろそういった種類の水草を芝生上に生やしてもらうと。これについては、機材さえ揃えていただくと簡単にいきますので、全然難易度的には難しくはありません。かなり強めの照明器具と CO2 添加は必須になるんですけども、育成自体は難しくはありません。なので芝生を作ることっていうのは全然、初心者の方でも可能です。で、もう一つのポイントが、茂みを作ることなんですけども、これは有形草と言われている茂みになるような水草。これをきっちりと、立ち上げの段階からもう詰めてぎゅうぎゅうに植えていただくと。こうすることによって、苔のリスクを回避することができます。で、特に初心者の方で失敗パターンとして多いのが、立ち上げ後、1、2週間で苔だらけになっちゃって、もうこう崩壊気味になってしまうと。これの大方の原因が、植えておられる水草の量が少ないといったことが、実際あります。そうなると、最初に敷いたソイルから出てくる養分をこう吸収しきれないと。量が少ないと余ってしまって養分が。で、苔に回って苔だらけになって崩壊気味の水系になってしまうと。もう立ち上げの段階でもうぎっしりとこういった有形層の水草をぎっしりと植えていただくと、養分が余らずにほとんどの分が水草を吸収してくれて苔に栄養が回らず、ほとんど目立つような苔がなく綺麗に立ち上がってくれるということで、水草水槽が不安定になる初期の段階を安定して過ごすことができると。もう一つ重要なのが、こういった有形草というのは後ろに育つようなロタラの仲間とか、ミリオフィラムとかルドウィジアとかいろいろあるんですけども、まあ、そういった成長の早い有形草を使うことによって常時、水を浄化する能力が非常に高いです。そのため立ち上げ直後だけではなくて、長期維持している中でも、魚とかエビから出る汚れであったりとか、餌の食べ残しであったりとか、まあそういったね、苔の餌になるようなものを、どんどんこうね、水草が吸収してくれると。そういうこともあって、苔が出づらい環境で安定的に管理することが可能となります。で、この3つのポイントを全部押さえたレイアウトって一体どんなデザインなのって言ったところが、こちらなんですね。今日はちょっとこの水槽の前で撮影したのはそういった意図がありまして、こちらがそのオーソドックスなモデルになります。この3つのポイントを全部押さえています。まず、ソイルだけで立ち上げています。もちろんソイルの中には、ADA のパワーサンドといった、低床の栄養剤であったりとか、低床添加剤、クリアスーパーバクター100といったものも入ってるんですけども、基本的にはもうソイル、全面に使っちゃって、化粧砂は使わないというレイアウトです。そして、前景層の芝生がここの中央部分からちょっと奥の方まで小道のようにあって、流木の構図ですね。石が足元にちょっと飾り程度にあって、一番後ろには水草の茂みがあって、なおかつ成長の早めなものが植わっていると。こういった、レイアウトデザインのパターンなんですけども、
これでやっていただくとめちゃめちゃ簡単です。じゃあデザインの難易度はどうなのかというと、これ使ってるのが当店の、まあ、一番おすすめしてる流木なんですけども、黒枝流木というもので、枝っぷりがめちゃくちゃいいので、もう本当にこれ両サイドにメインとなる大きさのものを2個置いて、ちょっと小さいサイズのものでちょっとディテールを若干足しているっていうだけで、ものすごくシンプルに作っています。で、こちらの黒枝流木につきましては、下の概要欄に詳細ページのリンク貼っておきますので、もし、こういった、ちょっと、流木かっこいいなと思われた方は、そちらのリンク先のページぜひ見てください。水草も難易度の低いものを使ってますし、あと管理も楽なように水草を最初からぎゅうぎゅうに植えてるので、苔がほとんど出ることなく立ち上がっています。まあ、ガラス面にちょっと茶苔が今ね、若干出てますけど、まだ立ち上げて浅いので。で、まあその程度でもう苔がもうブワッともう出て困っているってことは一度もありませんので、ものすごく手がかからない水槽になっています。で、今まだ全然育ってないので、これ全然まだ派手さがないんですけど、これがもう後ろがね、どんどんこう背が高くなってきて、バーッとこうね、ボリュームが出てくると、お部屋に飾っていただいた時にとても見栄えがするのかなと思います。あと、日々の成長が結構こうね、変わってきたりとか、あと見栄えもどんどんこうね、日付が経つことに変わってくるので、観察していても楽しいかなと思います。で、逆にもう前景層だけで全面芝生みたいな、もう一面こう草原風レイアウトといったものの場合は、ちょっと難易度は高くなります。これは今お話しした通りなんですけども、この芝生状になる水草っていうのは栄養をあまり吸収してくれません。なので、苔の管理というものが非常にシビアになってきます。苔が出ないように換水頻度が増えたりとか、あと全面草原風レイアウトというのは、主に石で組むレイアウトばっかりなので、まず作るのが難しいですし、あと盛り土といって、ソイルを急斜面にする技術といったところも、結構難しくなります。そのため、初心者の方が初めて作るには、もうよしやるぞみたいなね、気合を入れてやっていただくのであれば全然 OK だと思うんですけども、とにかくこう簡単に作られたいという方は、そういった草原風レイアウトは避けていただいた方がいいのかなと思います。あと同じ理由なんですけども、ソイルではなくて、もう全面化粧砂で立ち上げるレイアウトはどうなのかっていう、ご質問も結構多かったんですけども、これについては比較的初心者向きのレイアウトではあるんですけども、こっちのタイプと比べると難易度は上がります。なぜかというと、化粧砂だけのレイアウトの場合は、もう巻きつける水草だけしか基本的には使えないため、苔の発生を抑制してくれるような、植えるタイプの茂みになるような水草が使えません。そのため、苔が出始めたりすると、もうちょっと収集がつかなくなったりっていうことがありますので、意外と、その点は注意が必要になります。なので、こういったタイプのレイアウトよりは若干難易度は上がるかなと思います。とにかく簡単で見栄えがいいレイアウトをされたいというのであれば、こちらのパターンで組んでいただくと、とても簡単です。はい、このような感じで今回は初心者向けで、作りやすい、そして管理しやすいレイアウトについての3つのポイントを解説いたしました。これから初めて水草水槽をチャレンジされる方は、今回の動画参考に立ち上げていただければ、成功率も非常に高くなるのではないかなと思います。で、今回ご紹介いたしましたレイアウト素材、そして、中に入っている水草、こちらもいくつか、ピックアップして、下の概要欄に詳細ページのリンク貼っておきますので、もしご興味ございましたらご覧ください。もし今回の、初心者向けのレイアウトデザインのところで何かご不明な点とか、こういったことについて解説してほしいみたいなことがございましたら、下の書き込み欄からご質問ください。その際お一人様ずつ回答はできないんですけども、今後同じご質問が増えてきた際には別の動画の中で回答を出させていただきます。で、今回の情報、もしお役に立ったという方がおられましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。これからも、初めて水草水槽にチャレンジされる方、あるいはもうすでに水草水槽を持っている方にとって、有益な情報、すぐに役立つような実用的な情報、どんどん公開してまいりますので、継続的に見ていただければ大変嬉しく思います。では今回はこれで終わりたいと思います。また、いいねマークの方も押していただければ大変嬉しいです。では、ありがとうございました。